こんにちは。暑かったり寒かったり気温の変化が目まぐるしいのと、残暑がいつまでもひどすぎましたね。でようやく一旦涼しくなりましたけども、この後の気候どうなんですかね。はい、ということで僕最近 YouTube の投稿、お庭の様子とかあまりお見せする機会がなかったので、今日はちょっと、ま、この辺の様子だったりとか、ポーチラカね、植えてあったところとか以前の写真と見比べながら、おこんな感じになったんだな、現状のお庭こんな感じだったんだなっていうのをお見せしたいと思います。そしてアナベルロードの手前の部分と、アナベルロードこれね、今緑肥が植えてあって、なんかすごいことになってます。はい、なのでそのアナベルロードのリアルの様子も含めて、ちょっとねこの辺の様子、やっちゃんねのお庭の様子を久しぶりに見ていただこうと思います。そんな動画をちょっと見たかったなって方もいるコメントください。全部とにかく僕はコメントのお返事、今なかなかね皆さんにできなくなってしまったんですけども、コメントに関しては全部読んでますので、ぜひぜひどうし噛んだんですけどね、どしどしコメントください。そしてまあチャンネル登録も高評価ボタンも、まあよかったらよろしくお願いします。ということで見ましょう、行ってみましょう。久しぶりね、行くよ、ま、行く前になんですけど長い長い、行く前にだから、ここも僕ほら秋のお花をもう植えなきゃいけないんですけども、園芸店さんまだねパンジービオラがあんまり出揃ってないんですよ。やっぱり夏が暑すぎて農家さんもものすごい苦戦してると思います。もう想像がつく。だからホームセンターに秋冬のお花がまだ出揃いきってないんですよ。はい、なのでちょっとまとめて買ってきて、ここを一新しますからね。一新してパンジービオラ、ネメシア、マーガレット、金魚草だったりとかそういったお花にガラッとチェンジしていきますので、はい、本当に行ってみたいと思います。どうぞ。さあ今日はちょっとのんびりとした気分で、お見せしていきたいと思いますけども、苗は用意してありますね。本当は植えたいんですよ。ただ植えたいんですけど、一昨日東京夏日でしたね。僕は千葉ですけども暑くて、ちょっとまだなんか秋冬のお花植えるのまだ先でいいかなって思っちゃうんですよ。で園芸店さんにもそれほど出揃っていないんですね。でだからここまだ紫陽花置きっぱなしですね。なのでお花をまだこれですけどね、なんかパンジービオラ中心にね、いろいろなお花を植えていこうかななんて思っています。でこちらですね、もう見たかったでしょ、ごめんなさいね。あ、花もお見せしましょうか。以前の様子こんな感じですね。ものすごい満開でしたね今年はね。多分僕が今までで花桃を育てた中で一番よく咲いてくれたかもしれませんね。で実際今の感じはこんな感じですね。だいぶ涼しくなり始めた、朝晩冷えてきて落葉始まりましたね。はい、また来年咲いてくれるんじゃないかななんて思いますね。で続いてポーチラカ行きましょうか。ポーチラカの場所をまず写真こちらも見ていただきましょう。めちゃくちゃポーチュラカ増えました。これ5月に植えた1株をカットしてカットして土に埋めるっていうだけですね。でポーチュラカはもう刺し目の技術とか一切いらないので、1株あるものをこうカットしてカットしてカットしてってやるだけで勝手にどん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 増えてくれるんですよ。だから極度な乾燥さえなければ勝手に根っこが出て勝手にどんどん増えてくれる。で雑草対策にもなるし、夏の暑さはむしろ大好きなので、30度超え35度超えで酷暑でも結構へっちゃらかななんていうイメージですね。はい、で今どうなったかなっていうことですが、ポーチラカ抜きました。はい、でとにかく暑い時期、暑さが大好きな夏のお花なので、まあだんだん弱ってきたので早めに抜いて、まあ、次のお花を植えようかなというところですね。どうだ？はい、まあざっ
とこんな感じです。少しずつ見ていきます。そしたら例えばクリスマスローズは、現状こんな感じですね。花桃の下で日陰だったのでなかなかいい感じに夏越しができたかな。でこれプチドールかな、これプチドールじゃないかな、違うかな。まあまあ新芽が出始めました。でまあ完全に安定して涼しくなってきたらそろそろ肥料を与え始めてもいいかなっていう時期になってきますね。はい。でクリスマスローズがあってヒューケラはねまあ弱りますよね。皆さん多分枯れちゃった方めちゃくちゃたくさんいると思うんですよ。で僕のこの場所は環境的にはものすごくいいんですね。で花桃である程度日陰になってる、暗すぎないで風通しもいいんですけども、そんな最高な場所なのに、こんな感じですね。でこちらも相当弱ってますね。でしょ、おかしいでしょ。で本来まあもうちょっとしっかりと夏越しできてもおかしくないんですが、まあ大丈夫なのは大丈夫、大丈夫なのは大丈夫、ダメなものはダメね。でもうこれこれで僕のこの環境でこうってことは結構ねヒューケラーダメにしてしまった方がいてもおかしくないと思いますよ。あ、これはいい。おお、これは去年植えたアネモネですね。植えっぱなしだった球根が勝手に出てきましたっていうね。おお、これもだ。夏越ししましたね。はい。なんかなんだかんだ鉢で丁寧に管理するよりも地植えの方が土の温度が安定するんですよね、鉢よりもね。なのでなんか勝手に夏越したかなみたいな感じで出てきてましたね。はい。もうちょっと涼しくなるともうあちらこちら出てくるかもしれませんね。で、当然なんですがこれだ、スパリッサムも半分ぐらいは枯れたかな、なんだかんだ言ってね。これ残ったかなと思って枯れ枝をカットしたら、これですね。やっぱり今、寒暖差があるとねせっかく夏越ししても弱るんですよ、こうやってね。だからまあ、ダメだね、これ枯れたね。で、これもなんか瀕死状態でなんとか夏越ししたけどまだ油断はできない。でちょっとこの辺は切り戻したんですが、まあ、これは大丈夫かなみたいな ね。だから夏越ししたと思っても秋に入ってくると寒暖差がすごいんですよ。そこで疲れが一気に出てしまって枯れてしまうんですよ。夏越し成功したと思ったらなんか枯れたみたいな、よくあるかなこの時期ね。でこれ猫のひげ面白いですね。で冬の寒さには弱いようなので枯れちゃうかな。夏の朝にはめちゃくちゃ強かったです。でこれがちょっと花友フェスタでいただいた系統ですね。はい系統いただいてきました。はい、てな感じで、ここサンパチェンスの地植えなんですが、まあ暑そうだったかな、ちょっとねサンパチェンス直射日光があまりにも強すぎると成長が思うようにはいかなかったかな。で秋になって涼しくなってきたらちょっと元気になってきたかな。で、僕が植えた日陰を作りたいと思って植えたこれだ、これ何、島とねりこね。はいこれ島とねりこです。で奥に見えるのがライブ部屋ですね。さあ、あ、これなんとか夏越しした PW さんのジギタリスですね。これすごいいい、綺麗で、クリスマスローズがあったりアジュガがあったりで、これ挿し木で増やした島とねりこですけども、島とねりこは注意しないと大きくなりすぎるのでちゃんと剪定してください。アジュガもりもりですね。アジュガはね、場所さえあれば
場所さえ合えばいくらでも増えるんですよ。こっちもそうだけど、で場所が合わないと一気に増えて一気に枯れるみたいなことが結構起こりますね。でここは西日が当たらないような場所で水はけがやや悪いんですよ。で適度になんとなく湿ってることが多いのでアジュガにとってはなんかちょうどいいのかもしれませんね。すっごい健康ですね。はい、夏は一旦ちょっと元気なかったかもしれませんけども、なんとかなんとかで、まあ、一年草の日々草もちょっと抜いちゃったかな。夏のお花は大体抜いちゃいました。ポーチュラカは全部抜いちゃいました。で、あ、これだ、ジュン君のところで買ったサマーラブですね。おー、ちょっとポーチュラカの影になってたんですよ。で、なんとかというか普通に生き残ったので、これ、まあ、あれですね、サマーラブ、アガパンサスのサマーラブか。これはすごいいいですね。多分なんか僕好きかもしれない。これから人気出るんじゃないかなって思いますよ、シンプルに。はい、っていうのがまずこちらでした。あ、おお、じゃあ底面給水で育てたアガパンサス、アクアセル入りとなしで育てて比べてるので、これ来年の春にお伝えしましょう。でこちらこちらで底面給水の、これだ、スモークツリー植えましたね。で底面給水で低木だったり、まあ低木じゃなくてもね、シマトネリコとかもめちゃくちゃよく育つと思います。でこんな感じかな。ノリウツギを植えて、ペンタスを植えて、これフーチソウかな、フーチソウを植えて、クリスマスローズを植えて、スーパートレニア植えて、で、まあ、底面給水は水の管理がめちゃくちゃ楽ですね。でこれ大容量の水が16リットルとか入る植木鉢なので、夏の水やりがめちゃくちゃ楽なのと、思いのほか底面給水って植物がよく育ちますね。はい、なんでこう今まであんまりこう底面給水普及してこなかったんだろうっていうことが謎に思えてしまうぐらい底面給水いいと思いますよ。はい、また引き続き秋冬でも使いますし、春夏はもう当然底面給水メインにしようかなとすら思ってますね。はい、ちょっともうあれかな、スーパートレニアも終わりかな、ジニアも終わりになってきたかなっていうのが、まあ、現状の、リアルな様子です。こちらがアナベルロードに向かう道なんですけども、雪柳がありますよね。これはすごくね、西日を防いでくれるっていう意味ではとっても役に立ってます。で、ちょっと回り込むとね、ここもやっぱり夏のことを考えなきゃいけないんですよ。なのでシマトネリコをここに1本植えてます。ここに1本植えて、で3メートルぐらい先かな、ここのシマトネリコ成長早いな。やっぱりシマトネリコすごいですね。でこういうものを作ってあげると、この株元にアジサイ植えられるんですよ。アジサイでもヒューケラでも、なんだろうな、クリスマスローズでもいいし、直射日光に弱い植物を植えてあげると夏の管理がめちゃくちゃ楽なんですよ。で冬日当たりが、悪くなっちゃうと困っちゃうから、冬は冬で、今頃ですね、秋剪定しちゃえばいいんですよ、木も。でこれはこれすごい弱ったな、こんなに弱っちゃったんだ。これアジサイですね、ホットレッド。あ、こんなに弱っちゃったんだ。まあ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 、なんとかなるかな、仕方がないですね。でブッドレアは移植に弱いですね。ブッドレアはとにかく移植に弱い。いくつ、そうだな、なんか一つ二つ枯れてしまったような気がしますね。なので小さいうちにこう地植えなら地植え、鉢植えなら鉢植えって管理した方が育てやすいかな。で花がもう夏から秋まで絶えず咲いてくれますね。これ PW さんのブッドレアかな。はい、で、この夏
とか夏前ぐらいに植えたんじゃないかな。今日は風が強いんですよ。これが暖菊になるのかな。はい、夏頃植えたかな。こんな感じです。クリスマスローズはなんかな、ちょっとな、大丈夫でしょうけどね。はい、ちょっと夏が暑すぎて弱りますよね、本当に弱っちゃう。だからここは西日は防げるんですよ。その雪柳で西日は防げるんですけども、1時ぐらいまでね、お昼過ぎまで日が当たるので、アジサイめちゃくちゃ弱るんですよ、こうやって。で、これが猫のひげ、猫のひげの色違いかな、紫バージョンね。で、おーおー、これいいね。こちらは元気に夏越ししたんですけども、これなんだろうな、こういうことだ見えない見えない、これがリアルリアルリアル。はい、何、歌合わせか。歌合わせってあれですね、ガクアジサイになるかな、多分強いと思います。はい、これもほら、島とネリコが大きくなればアジサイにとっては絶好の場所になるはずですね。これがリアルな様子ですね。ちょっとありのままを写しましょうかね。気になる品種があればコメントください。はい、でこれがこんな感じで、実はこっちはこっちでね、アガパンサス増殖場なんですね。実はね、これ僕が密かにやっていまして、アガパンサスの小型品種ですね、背の低い品種、花上がりがいい品種を、これをもうアナベルロードのメインにしたいんですよ。でアナベルロードはまだまだペハが高いです。だから思うように育たないし成長も遅いと思うので、お、晴れてきた、影が映っちゃう。ここで一旦大きくして増やして株分けをしてアナベルロードに移植しようかなっていうふうに考えてます。はい、でこちらにも島とネリコを植えてますね。お、コスモスだ、チョコレートコスモス PW さんので、この品種は鉢植えだと僕苦手なんですけど、地植えだと結構0度ぐらいだと耐えてくれますね。で夏の暑さにめちゃくちゃ弱いので、鉢だと枯れる、地植えだと結構大丈夫みたいな、なんか僕の個人的な印象です。そしたら、あ、これをお見せしたいね。今人気の低木なんですけども、常緑樹ですね、フェイジョアってご存知ですか。これね、人気なんですよ。で、コメリさんで僕1980円ぐらいの苗をね、2年ぐらい前に買ったんじゃないかな、多分今ぐらいでも販売してると思うんですけども、フェイジョア3本買いました。そしたらこれ真ん中だけ、真ん中のこれこれこれすごいんだよ。ほら、パイナップルガバって別名言われてるみたいで、なんでしょうね、不思議な味がするらしいですよ。でなりましたので、ちょっと食べたいですね。よくなりましたよ、20個ぐらい実がなったかな。これは楽しみこれ楽しみ。そうそうそうね、一回なってしまえば来年もなるんじゃないかな、この調子だと。はい、これはね楽しみなんです。本当に美味しいのか美味しくないのか分かんないんですけど、まあ実を食べるにしても食べないにしても、うん、こんな感じの人気の常緑樹になります。そしてアナベルロードに向かいますけども、これがすごいよ。まずこちらが何、西洋人参木ね。西洋人参木成長早いね。そしたらもう秋になって涼しくなったので、下枝を払って
ここにアジサイとか僕植えようと思ってます。アジサイ、クリスマスローズ、ヒューケラージュガーとか、夏の暑さに直射日光が苦手な植物を植えるのにちょうどいいかなと思ってますよ。っていうのがこれね、ブッドレアじゃない、西洋人参。僕今2メートル以上にはなったかなっていうのがまずここで、で注目したいのが緑肥ですね。これクロタラリアっていう緑肥なんですね。で、マメ科の植物なんで、まず窒素、空気中から窒素を取り入れてくれるのかな。で植物が蓄える、窒素を固定してくれるっていう役割があるのと、土壌の、余計な栄養分を吸収してくれる。で夏の日陰対策にはめちゃくちゃいいですね。アジサイとかそういう植物を植えてて、こう酷暑が続いてしまうと植物全滅しますのでね、なぐらいだったらこの緑肥、成長早いんで1、2ヶ月、種から撒いて1ヶ月ぐらいでかなりもう大きくなるんで、緑肥を撒きました、種をパラパラパラって撒いたら勝手に成長して勝手にでかくなるので、栄養のない場所、荒れ地でも全然よく育ちます。うん、でこれをまあね、そうで、これを、まあ、機械がないと難しいんですけども、細かくして土に混ぜ込んであげると、まあ堆肥代わりになるんですよ。ということで緑肥ね、緑の肥料で緑肥。あとこの場所はあのカルシウム、マグネシウムがめちゃくちゃ多くて困ってるんで、このクロタラリアっていう植物はそのカルシウム、マグネシウムを積極的に吸収してくれるらしいんですよ、どうやらね。なので、まあ、そういった意味も込めて植えました。あとは雑草対策ですね。日光がない、日光が当たらなくなるのでね、これだけ背が高いんでね、2メーターぐらいになるので日光当たりにくくなります。雑草対策になりますっていう意味で、これは来年もかなり取り入れようと思ってますよ。さて、アナベルロード正面にやってきました。まずは現在の様子を見る前に以前の写真を見ていただきたいと思います。はい、こんな感じで何もないところから、まあ、当然始まりました。で土を耕して、一生懸命堆肥を入れて、もみ殻を入れて、土をふかふかにして、まあ、頑張って頑張って、少しずつですね、少しずつ、アガパンサスをまず植えました。丈夫だからね。でその後にアナベルジャンボで、今は名前が変わったんでアナベルグランデですね。はい、まあ一般的なアナベルを品種改良して倒れにくくなったっていうアナベル。そうするとアガパンサスとアナベルが同時期に咲くので、ここ両脇をその綺麗なね、アガパンサスとアジサイ、ブルーのアガパンサスと白のアナベルで覆い尽くしたい。で両脇には、シマトネリコもたくさん植えたので、なんかそんな様子をお届けしたいなと思って今頑張ってるのがこちらですね。はい、すごいでしょ。で一番奥に見えるのは、あれは山なのでね、山なので勝手に繁殖しているセイタカアワダチソウで、この右がクロタラリアですね、緑肥です。これかなり効果的ですよ、日陰を作るのに。で僕手前は随分抜いたんですけども、結構ねおかげさまでアジサイ守ってくれましたね。アジサイ守ってくれました。でこれ比較的まあまあ簡単に引っこ抜くことができるのと、なんだったら剪定バサミでチョキってやっちゃってもいいかもしれませんね。で僕はこれ土に混ぜ込むのが大変なので、なんていうの、敷きわらみたいにマルチングしちゃって使ってますね。はい、まあそんな感じです。で枯れてしまったアナベルが多々あるので、ちょっとこれ補充しましたね。ここは残ったでしょ、ここも残ってるんですよ。でこの辺りからだいぶこのゾーンがね、アナベルずいぶん枯れたんですね。なんかあるんでしょうね。でこれ植えたばかりのアナベル、これもそう。そしてこれは、まあ、生き残ってくれました。
でこれも残ってくれました。でここは枯れてしまったので1株2株3株4株ってこれ枯れてしまった部分はちょっと補充しておきましたね。早くこうアナベルロードを作って、なんだろうな、お見せしたいですね、綺麗な様子ね。はい、そしてもう僕は土壌改良をね、pH 9の土壌改良がしんどすぎるので早く作り上げたいですよね。はい、こっちが反対側で、ここも補充してます。でこれいいね、なんだっけ、富士バカマね、うん、すごいいいですよ。富士バカマめちゃくちゃいいですね、綺麗ですね、秋のお花で。ここは僕ちょっと剪定しちゃったんですね。ちょっとアジサイに光が当たらなくなってたので、アメジストセージ剪定しました。ちょっと前の写真お見せしましょうか。これはこれでね、めちゃくちゃ綺麗ですよ。はい、皆さんのお家でも育てている方はたくさんお花が咲いてると思いますけども、うちではちょっと早めですけども、このアナベルに光を言ってもらいたかったので早めにちょっと手前だけカットしましたね。もう雑草生い茂るですよ。雑草ではないですね、緑肥ですね。緑肥は本当に使えます、正直言って、広い場所だと特にね。でアジサイを守りたい場合も緑肥いいので、こればっかりは本当におすすめで。そうですね、こっちを見てみましょうか。まあ、ブルーベリー、酸性が好きだというブルーベリーなのにpHが高いから苦しいと思いますけども、ピートをすき込んでなんとかね、はい、なんとかやっていこうと思いますけども。でここな、もう何が何だか分かんないな、もうジャングルですよ。でこちらが、こっちも緑肥ですね。ソルゴー、滝井さんの種だったと思いますよ。でソルゴーはこれホームセンターで買ってきましたね。でまあまあイネ科の植物で、これも土の余計な栄養を吸収してくれて、土を耕してくれる。でこれをすき込むと、堆肥としても使えるので、これはもう機械ですね、機械で粉砕して別のこう耕運機で土に混ぜ込むみたいなことが普通だと思うんですけども、一般家庭で植えてしまうと茎が太いので相当力を入れないとこれ抜けないですね。抜けないし、茎はね、まあポキって折れるんですけども、まあまあしんどいんですよこれ。よいしょね。なので機械がないんであれば、僕はクロタラリアの方が茎が細くて扱いやすいかなって気がしますよ。こっちならこれクロタラリア、クロタラリアね、これは抜けるんですよ、ほら。こっちなんとかなる。あ、これね、こっちはなんとかなるんですよ。このトウモロコシに似た方、このソルゴーはトウモロコシの仲間でしょうね、これね。抜けないですよ、ちょっとやそっと引っ張っても。で、ちょっと、ジャングルってますね。もうこの緑肥はそろそろ抜こうと思ってます。役割を終えたのでね。土の余計な肥料を吸収したと思います。カルシウム、マグネシウム吸収してくれたと思います。でもう日陰を作るって役割もね、涼しくなってきて終えてきたので、もう抜こうかなと思ってます。でこれがなんていうの、こういうのグラス、これはね、猫ひげガーデンさんですよ。猫ひげガーデンさんにいただいた株かな。はい、綺麗ですね。でちょっとジャングル状態になってますので、これをまずは緑肥を抜いて、またピートを入れて牛糞堆肥入れて耕していって、徐々になんかね、いろいろと植物植えていこうかなっていう状態ですね。まあ大変まあ大変。どこを見ます、それで。そしたらまあすごいね。夏はもうどう考えても園芸できないんでね、外でね。なので
ちょっと緑肥を植えてごまかしてやり過ごした。あ、これもそうだ。この辺も緑肥僕抜いたんですけども、アジサイすごい健康的に夏越しましたね。すごいね、直射日光。ほら今だともうダメですよね、アジサイもね、直射日光当たりすぎちゃうとね。でなんだかんだこうやってこう緑肥も植えてあったんですね、もうちょっとね。で、ここはまだ小さいけど島とネリコ植えてある、でアメジストセージもあるっていう中でちょっと日陰になっていたので、アジサイが健康的に夏越しをしましたね。本当に日向と日陰で全然違うね、アジサイのこの秋の健康状態がね。うわすごい、なんかまあまあこれがどうなるんだなってね思っちゃうじゃないですか。なのでちょっと僕は一人しかいないので少しずつやっていって、まあ近い将来ですね、まあ急がずゆっくりやっていきましょうかね。はい、すごいすごい。もうちょっとじゃあ手前の方見てみましょうか。アサギマダラでしたっけ、フジバカマに蝶々寄ってきますよね。でここと、株分けしたものなので、もう一個向こうに本体があるんですよ。そしたらちょっとそこに蝶々がさっきいたのでいるかなあ。ちなみにこのポーチラカもあれですね、玄関前にあったものを株分けして刺しておいたものになりますね。ポチラカいくらでも増えますね。暑くなると急激に成長し始めるんで。とここか。あ、ランタナも夏の暑さに強いね、ランタナね。 PW さんのランタナですねこれね。でアサギマダラさっきいたんだけどな。あ、いたいたいた、これこれこれ、そうこれそうこれそう、あ、ちょ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 、これ何ですか、これアサギマダラで合ってんの、え、これこれこれ何、教えて、蝶々博士、蝶々博士、ちょ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 、蝶々ビビるからね。これはアサギマダラですか、普通の蝶々ですか、何ですか。おー綺麗、あ、写真撮りたい。おー綺麗綺麗、わ、え、どう、うるさい僕、これ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 アサギマダラ違う、よいしょ、これ一匹だけかな、よかったね写せてね。まあアサギマダラじゃなかったらごめんなさいなんですけども。なんかいいね。楽しいね。はい。これがアサギマダラであれば、ちょっと嬉しい？わかんないけど。で、ね、ま、全体像というか、ほら。映せる範囲で映しますが、まあまあまあジャングルでジャングル、まあアナベルロードもだって何にもなかったですからね。雑草がありました、ハウスも建ってました。でそんな中で、まあよくぞここまで来れたかなというね、はいっていう感じでやっていますけども、はい、ということで、いつももうちょっと前で撮影すればいいのにねって話なんですけど、僕がここに立ってしまうと顔が見えないんですよ。じゃあカメラをもうちょっと後ろにすればいいかって話なんですけども、画角とかいろいろな問題でそれが叶わなかったりするんですが、もうちょっと剪定しようかな、小さく、若干ね、迷うね。はい、ということで久しぶりにお庭、一通りお見せしましたね。どうでした？いい？こんなんでいいですか？まあ何はともあれ、僕は動画を更新を
ちょっとしていきます。お花もちょっとこれからホームセンター行こうかなと思ってるんで、原点に立川、立川、原点に戻って、植え付け動画だったりなんか植え付けの基本のことをねまたお話ししたいなっていう思いがずっとあるんでね、まあそういったこともやっていきましょうか。マーガレットでしょ。ユーケラもコツがありますね。ユーケラ苦手な人任せて、1年前に植えたものあるから超すごいから。で、まあサイネリアがあって、これからパンジービオラ欲しいんで買ってきます。まだ僕パンジービオラ買ってないんですよ、出揃ってない。はい、なのでそういったことをやっていきますので、よろしくお願いします。なんですけどシロちゃんいなかった今。シロちゃん、よいしょ。はい、ということで、今日はやっちゃんねるのお庭の様子ですね。まあ夏越ししたものだったりできなかったものだったりとかね、まあこんな感じで夏をなんとか越えましたということでやってみました。はい、ということで運気が上がると風の噂が流れつつあるやっちゃんねるなんですけども、これからもよろしくお願いします。ここで、あ、いいよ、じゃあせっか、思い出したやっちゃんのカレンダーがライブ部屋から持ってくるやっちゃんカレンダー2025ですね。これできました。で、まあイベントをなんかね呼んでいただけるみたいな機会がちょこちょこありますのでね、秋なのでね。で、そういった時にはできるだけ持っていきたいなと思っているのと、11月1日から僕メルカリで自分のできる範囲で少しずつ出品していきたいなと思っているので、まあまあ、あの、可愛いでしょ、知らないでしょこんなん作ってたの。めっちゃ可愛い。そして色の魔術師、あ、間違い探しもある、あ、これ間違い、今間違いスクショして間違い探ししようかなじゃないですからね。間違い探しと、まあ、こんなページと、あとはね、あ、まあ、これはライブ配信でお見せしちゃったんでチラ見だけ、遠目でお見せするんで、めっちゃ可愛いですよ。これ可愛いでしょ、ちょっとだけだよ、一瞬だけですよ。この12月もね可愛いんだ、これ三本さんのね、ハニーレモンっていうビオラが、これはこれで秋の雰囲気を出していてね、あ、めっちゃ可愛いんです。もう2月も12月も3月は花桃でしょ。はい、あ、ま、みたいな感じでありますので、本当に一生懸命作ったんです。こんなに一生懸命カレンダーに時間かける一般人なんて本当に世の中にいないし、まあ懲りしょ、はい、あの、何事も全力で、やっていきたいと思います。はい、なんかね、こういい加減に作ったものをいい加減になんか作りましたじゃなくてね、しっかり作ったんで、まあ、もしよろしければよろしくお願いします。はい、そんな感じで終わろうと思います。運気が上がるとか言ったっけ、わかんない、忘れちゃいました。はい、ということでよかったらチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。近々また動画撮りますのでよろしくお願いします。終わろうと思います。それではバイバイ。フィッシュ、こんなんでいいですか、こんなんでいいですか、いいんですよってね。はい、ありがとうございました。お片付けしよーっと、お片付けしよーっと、はい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 、そしてお片付けしようで、よいしょ。にゃんこのコーナー始まるよ。おい、君、チローちゃん、チローちゃんは何してるんでっか。この人はですね、ちょっと何、最近の流行りはね、かつお節です。かつお節大好きなので、ちょっとなくなっちゃったので、今日はね、シロちゃんにね、ご飯あげられません。おやつをあげることができないんです。カニカマ大好き、かつお節最近ハマってめっちゃ大好き、そんな男です、こいつは。シロ、何してるんだか知らないけどさ、ビオラとか買いたいけどさ、出揃ってないよね。
農家さん大変だと思うよ、多分というか、どう考えてもね。何してるんですか、スリスリって。うん、スリスリスリ、うん、楽しいね。はい、じゃあしおちゃん、あれだね、お家に帰ってちょっとなんかおやつ探してみようかね。ちょっとお顔見せて。じゃあ、はい、こうしてにゃんこはお家へと帰っていきました。おしまい。ほんとににゃ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 。来るかな。にゃにゃ。